じゃあ、初対面の人もいると思うので、はい。はい、いつもお世話になっております。こちらこそいろいろとありがとうございます。初対面の人もいるので、もう、YouTube 上でも有名な、タレント状況、アイドル状況になってるんですけども、好きだって人は結構いるんですよ。やっぱりね、いや、そういう意味じゃなくて、人柄にものすごい好感が、持てるというふうにして、ファンが結構いるんですよね。なので、流れをね、ちょっと、お話ししていただければなと思いますので。どの辺からお話ししましょうか。この中で、だって、知らない人は、ネット上では知ってるだけだけどね。お顔を見るとこういう人ですよ。だからざっくりさ、入信する前のその悲惨だった、頑張ってるのに悲惨だった学会生活からでお願いします。私は中学3年の時に、日蓮召集創価学会に、知らないうちに入れられました。で、本気で信心始めたのは、結婚が早かったので、20歳ぐらいですかね。で、20歳で、もう結婚して、子供を儲け、すぐに生活に行き詰まり、もう主人が別の女性を作りまして、で、捨てられて、子供と本当にアパートでお金もなく、もう本当にその時が一番、苦しかったしっていう、その時に初めてご本尊様に、向かいましたね。でもお金もない、何もない中で、ただもう本当にすがるつもり、すがるだけの思いで、お題目あげました。で、もう、あんな本当涙ためたら何リッターにもなるんじゃないかっていうぐらい泣きましたね。本当に毎日泣きま、毎日毎日お題目あげて、あげながら泣きましたね。で、そうですね。本当に私その時テレビ立ちっていうのをしてお題目あげたんですよ。子供を保育園に迎えに行って、入ってきて、会合も出てましたので、とにかくお風呂に入れて、ご飯食べさせてお風呂に入れて子供を寝せたらテレビを切るっていう。で、とにかくテレビ立ちっていうのをして、唱題しました。少ない時で本当に3時間ぐらい。多い時だと5時間ぐらい。とにかくお題目あげる以外に、本当に何もなかったのでお題目あげて、自分のことを反省もしましたし、自分の何が至らなかったんだろうって、自分のことを反省したりしながら、とにかく主人と、やり直したいっていう、そういう願いで、とにかくお題目をあげました。で、とにかくアパートでの暮らしが、もう家賃も、家賃というか、更新料が払えなくて、で、親兄弟に、更新料が払えないから、お金を貸してほしいって言ったら、もう帰ってきなさいっていうことで、で、娘と二人で、実家に、戻ってきたですね。で、それから、仕事をしながら、家に居候、子供と二人でしながら、お題目をあげて、そのぐらいですかね、一年ちょっとぐらいですかね、一年、3ヶ月ぐらいで300万べんお題目あげて、で、本当にあげてあげて、もうとにかく別れたくない、もう幸せになりたいって、
やり直したいんだって、もう上げ続けて、本当にある日突然ね、ある日突然ですね、ふっと、本当に、あら、私、なんでこんなことで悩んでたのかしらって、また私には違う人生が、あるわって、なんか別にそんなに欲しいならくれてやるわって、もっと幸せになるわと思ったんですよ、招待中に。うん、そしたらなんかスーってなんか今までの悩みが、なんか嘘みたいになくなってしまって、あっていうのが、まあ最初にお題目あげた、本当にお題目あげた、まだ日蓮召集創価学会の最初の、まあ体験ですかね。うん、それから、まあ、いろいろありまして、まあ、離婚して、それから、離婚して、それから再婚しまして、まあ、主人も、釈服して、で、まあ、方に、暮らしていました。で、活動の方も、もう本当に一生懸命、その時は、まあ今言う白百合町ですか。それをずっとやらせていただいて、本当に自分のブロックを担当するんですけど、自分のブロックの中に、ブロックの中を本当にもう、回りに回り、自分のブロックの中に福白百合町っていうのが4人も誕生するぐらい、もう本当に我ながらよく頑張ったなって思うぐらい、その時は頑張ってましたが、まあ、再婚した主人が、カッとなりやすい人で、まあ、でまあ私もね、本当に家を開けることが多かったので、まあ、まあ、家庭をないがしろにしてたと言われればもうその通りなんですが、なかなか家庭内ではちょっと、まあ、それでも、もう、いつも我慢って思ってましたけど、まあ、喧嘩、そうですね、3ヶ月に1回ぐらいまで、この、なんていうんですかね、こめかみを皿が飛び交うような、そういう、もうテーブルひっくり返したり、物が飛んでくるような、そういう、まあ、主人の、まあ今でこそ言葉がありますけど、その時は本当に暴力的な、まあカッとなる主人で、本当物が飛んできたり、まあ、直接殴られることは、まあ今までの中でも1回か2回ぐらいですけど、とにかく、まあすごい喧嘩になりましたね、その時はね。で、まあ言葉もすごいひどかったので、もう本当に、もうてめえみたいな女ぶっ殺すぐらい言われるんですよ。言われましたね。で、その時に、私も、まあ若くて気が強かったので、もうやれるもんならやってみやみたいな、もう人間一度は死ぬんだって、死ぬのが怖くて人間やってられるかみたいなこと言って、まあ、お喧嘩で、もう本当に、もう私もね、皿鉢が飛んできますから、私もなんか、皿でも投げようと思って、この皿、どの皿投げようかな、みたいな。で、ね、やっぱりこの皿は高かったし、これだったらいいや、みたいな皿決めて、あっちに投げると、玄関で靴にガラスが散らばると、また掃除するの大変だし、こっちに投げてサッシが割れたら高くついちゃうし、なんてどっちに投げようか考えてるうちに、ああ、もうやめようと思って、もう本当にそういう感じで、まあ我慢っていうか、まあまあ本当にすごい喧嘩をしてた時もありますけど、まあ、どの皿投げるか考えてるうちにやめようって、自分信心してるのに、もうこれ本当にもう夫婦でもう修羅同士で、こんなことしてちゃいけないなって思いながら、こう自分の気持ちを沈めて、なんていうことがよくありました。で、まあそうこうするうちに私実家で母を面倒見るっていうことで、まあこの、舞い戻ってくるんですけど、その、
それから、まあ、それからももう本当に戻ってきたのが平成3年か4年ぐらいなんですね。で、その時にももう本当に一生懸命、やっていましたね。すぐにその時はまだ白百合町で、頑張って。で、それで そうですね。まあ、ご本尊様を、とにかく、お取り返したのが平成5年だったと思うんですけど、まあ、とにかく、たくさんお題目をあげたご本尊様だったので、なんかすごく思い入れがあって、私、取り替えないでいいですって言ったんですよ。で、同じですよねって聞いたら同じよって、じゃあ私取り替えないでいいですって言ったら、ダメよ、取り替えなきゃってなんか言われて、まだ若かったので、私も。まあ、驚愕もないので、なんでって思いながら、とにかくご本尊様をお取り返し、てからですね、もう本当にまあ本当に、もうまあ、それから母の具合が悪くなり、なんか母との関係もあんまり良くなかったですね、晩年。なんか私も、まあ、多少の介護が必要な母に対して、どうしてもお互い、ね、実の親子なのでわがままが出てしまい、私も優しくできなかったっていうんですかね。優しくできなかったところもあったし、まあ弟も一緒にいましたので、まあ、なんとなく家の中が、こう、うまく、回らないっていうか、なんかギスギスっていうか、そこへもうまあ、時をそれから経ちまして、母が亡くなり、なんか、下の娘が中学の時から、なんか、いじめられるようになったり、で、中学3年の時から精神的にちょっとおかしくなって、もう高校生ぐらいの時から躁うつ病みたいなのになり、それもどうしてもその精神疾患の娘を理解してあげることができなくって、どうしてもただのわがままに移ってしまい、まあ、それもまあ、親として深く思いやることもできず、で、そんな家庭ですから上の子も仕事を、専門学校を卒業してすぐもう家を出て行ったんですよ。で、家を出て行きましたら、私も忙しかったもんですから、なんかあんまり自分の家族とかに、まあ、目が向いてないので、まあ、娘に、ご本尊様安置っていうか、ご本尊送りしてないでしょって言われて、ご本尊家父いただいてないでしょって、でもちょっとまあ、忙しくて、できなかったので、そしたらもう、数字1になることは、もうすぐやってくれるので、周りの人が私が忙しい間に、娘と連絡を取って、まあ、勝手に、二世ご本尊様を娘の家にご安置してくれたんですよ。でも、本当にもうありがとうございます。自分でやらなきゃいけないのに、なんて言ってるうちに、そのご本尊様を娘のところにご安置してすぐですね、一年しないうちに娘が、脳の病気で倒れまして、もう仕事もできなくなり、まあ、本当に、脳の病気だったもんですから、もう長い入院生活、仕事もとにかくできなくなり、もう言葉も話せなくなり、もう記憶に障害を負って、まあ、本当にその時なんでって、思いましたね。自分も仕事ができなくなりましたね。で、こちらもなんか睡眠障害でおかしくなるし、向こうは向こうでもう本当に社会復帰はお母さん、社会復帰は厳しいですって言われた時になんでって、もうその時に本当にもうなんでっていう、もう
なんか、貧乏人は体が丈夫にできてるよなんて言われてたんで、じゃあ病気は大丈夫だなんてその時私思ってたんですけど、本当に病気になり、あの長い入院生活、うん、まあ高額な入院費、もう本当にもうどうしようかと思うような中で、あの、もうなんとか、まあ、なんとかもう本当にどうしようかっていう中で、あの、まあなんとか乗り越えて、結局は、あの、マンションに住んでたので、家賃がやっぱり払えなくって、あの、娘、荷物、ともどもうちにもう運び込んで、うちに退院してきたっていうような形です。で、ますます私は、あの、とにかく、あの、ますます、なんとかしなきゃっていう思いで、あの、の、あの、学会活動に、あの、のめり込みました。あの、とにかく学会活動をすること、が、あの、自分の宿命転換につながるって、まあ、信じてましたので、あの、とにかく、あの、学会活動にのめり込みまして、あの、50の時に、あの、地区、婦人部長の任命を受けてからは、あの、本当に、まあ、たくさんの係役職をいただいて、もう本当にあの、もうやっていました。で、まあ、約ですから10年本当に死に物狂いで頑張り、頑張れば頑張るほど、もう苦しかったですね。あの、肉体的にも苦しかったし、なんか精神的にも苦しかったし、でもその苦しい、もう修行なんだから苦しいのは当たり前だと。苦しいのは当たり前。だからもう常に、我慢、我慢って大福みたいに心の中では我慢、我慢って、常に思っていましたね。で、学会の組織で、まあおかしいって、それなんでだろう、それ違うんじゃないかとかおかしいんじゃないかっていうことは時々はありましたけど、でもこれだけの大人数をまとめていくには多少おかしいこともあってもしょうがないよなって、もうすべていい方向に考えて学会活動をしてましたので、何でも何でもこう自分の中で飲み込んでっていうんですかね、で我慢してっていうか、まあ、組織の中でも、どうしても人間関係で、やっぱり幹部でも、時々、なんかそれってちょっと意地悪なんじゃないかみたいな、その人間性をね、疑うような人が、まあ、時々いるわけですよ。でも、そういうのってなんでなんだろうなって、そういうこの人格がこう磨かれていく、人は人の中で磨かれていくのよなんて言われて、そうだななんて思いながら、活動してるのに、でもなんか幹部だってちょっとこう意地の悪い人いるよななんて思いながら、もううちに帰ってきて、まあ、二世ご本尊様に、本当今日こんなことがありました。あんなこと言われました。またこうでした。どうなんでしょうかって、そうやって思う私が悪いんでしょうか、それとも幹部でもそういう人がいるのはしょうがないんでしょうかなんて、もう日々、まあ、ね、日々、そういう、まあ、いろんな悩み、人間関係とか、悩みながら、まあ、活動でも一生懸命やっていました。で、私は新聞配達も週に6日していましたので、本当に朝、5時から新聞配りながら、新聞の部数も、なくなったり、引っ越したりして、部数もどんどんこう一部、また一部とこう減っていく。で、地区の中では、元気だった、本当にお元気で90でもシャキシャキでもボケてない、そういう人が突然、アルツハイマーになっちゃったりとか、いろんな組織の中で、昔、世田谷で地区部長をしてた人が、まあ、地区に引っ越してきて、
で、なんか、生活も立ち行かなくなって、生活保護を受けて、昔は立派な、方だったんだろうなっていう方がそういう暮らしになり、で、しばらく連絡がつかないから、っていうことで、支部長が、いろんなところに問い合わせてくれたら、出先で、道で倒れて亡くなってたっていうことが分かったり、本当に前も言いましたけど、雷に打たれて、寝たきりのまま、もう20年ぐらいですかね、寝たきりのままの大幹部のお孫さんがいたり、本当、精神疾患の人が、もう、たくさんいて、もう女子部でもいますね。女子部でも本当に婦人部でも精神疾患の人がたくさんいて、癌でまだ70にもならないのに、なんかポロ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 と亡くなって、本当に解剖の合間を縫って、葬儀に行くっていうのも、なかなか本当に、もう本当にまたっていうぐらい、なんか葬儀が立て続いた年がね、1年に 7回葬儀に行ったっていう年がありまして、なんでだろうって、なんでこんなに不幸なことが多いんだろうっていうふうには、まあ、ちょっと思っていましたが、みんな、宿業だから、大正消滅だから、次は必ず良くなる。まあ、その言葉を信じて、自分も、本当に何て言うかね、そういう、まあそれを信じて、本当に、なんか老体に鞭打って、とにかく、頑張らなきゃって、思ってました。で、私5時間正代っていうのが、まあ、たまに1ヶ月に1回とかあるんですけど、今まで3回ぐらい出席しましたかね。で、まあ、たまたま主人が出張でいなかったので、あ、今日は5時間正代できると思って出かけて行って、まあ、5時間正代して、で、帰ってきたら、次の日から熱出して具合悪くなったことがあるんですよ。で、まあ、一回だったら偶然っていうこともあるんですけど、三回行ったうち二回具合悪くなって、で、熱出して、で、だんだん風邪みたいになって、で、ずるずる引きずって、三週間ぐらい本当にこじらせて風邪ひいて具合悪くて、で、声が出なくなったこともありましたね。それが一週間ぐらい声帯炎っていうのになって、声も出なくなって。で、でもまあ声出なくても活動はできるので、まあ地区の正代会なんか行くと、声が出ないのに、あなたお財布同士しなさいって言われたことあるんですね。いや、だから声が出ないんですってこのかすれた声で言うんですけど、いいのよ別に誰だってって、後ろからちゃんと唱えるから大丈夫だから、やってとか言われて、って、そういうもんなのかなって、なんか時々、なんか、その人の言動っていうんですかね、もうその人だって大幹部ですよ、区の幹部なのに、なんで私が代わってやるからって言わないんだろうとかって、なんか、そう、本当に時々いろんなこと、いろんなおかしいことがありましてね、で、とにかくもう私も、自分の体調もとにかくその地区婦人部長の任命を受けて3ヶ月後に糖尿病の診断されて、で、それからいろんな血液検査するうちに、その2年半ぐらい前ですか、腫瘍マーカーが高いですって言われて、で、本当になんか、もう足も痛くて座れない。両肩は交互に、五十肩。で、目はしょっちゅう物もらいになって、もう皮膚炎で皮はポロポロむけちゃうし、もうとにかく体調悪くて、本当になんかもうこのまま私、だんだん具合悪くなって、
もう死ぬのかなってこう考え始めてた時に、あの豊田さんの動画を奇跡的に見ることができたんです。で、もう3本見て、もう、なんか、まあ、決意したじゃないですけど、もう3本見て、ああ、学会間違ってたんだ、このご本尊おかしかったんだ、だから私こんなに不幸なね、本当にもうボロボロで不幸で、もう家の中もおかしくなってたんだって、ああ、周りもみんなそうなんだって、もう思い当たる節だらけっていうか、まあ、それで豊田さんにお電話をして、お話を伺ったっていうのが、本当ちょうど2年前の、5月、6月だったんです。ので、そんな感じで私は日蓮召集に帰ってくることができて、